ふぐ料理。夏が終わり、寒くなると、ふぐ料理の季節が訪れます。ふぐの本場とされる山口県、北九州地方などでは、ふく料理。大阪などでは、鉄砲料理、または、鉄料理とも呼ばれます。 フグは毒を持っています。そのためフグを食べるのが怖いという人もいます。フグをさばく場合は特別な許可が必要になります。その許可を持っている 調理師だけがフグをさばいて料理することができます。従って街で見かけるフグ料理店では安心してフグを食べることができるのです。フグの 毒を除去する作業を磨きと言われます。この作業は調理師の資格を持っている人が行います。この免許は各都道府県の不具条例により 定められているため、一つの県で取得していても、他の県では無効となる場合が多いそうです。